はい、今日もキャンプに出発します。今日はね、梅雨なんですけど、なんと天気がいいんですよね、土日。これで、キャンプ行きたいと思います。いつも通り満載です。ボックス3つで、中はまあでも夏なのでそんなに荷物は多くないですね。という感じで出発したいと思います。よし、じゃあ出発。風強いな。強いね。あまり開いてないの。開いてない。キュビコルちゃん、ちょっと待ってね。キュビちゃんもちょっとお待ちください。これからテント張ります。はい、今日は群馬県の、星の降る森という、夜になるとすごく星が綺麗に見えるらしいキャンプ場に来てます。なんとか設営終わりました。今回ですね、前回買って使った焚き火タープ、焚き火タープでっかすぎたっていう風に言ったと思うんですけど、で、即買い直しまして、少し小さめの、タープに変えました。タトン化タープとかいう、まあ、TC でこれもできてるので、一応焚き火をある程度下でしても大丈夫というようなタープになります。まあ、全然軽くなったんで、非常に扱いやすくなりました。で、正面から見るとこんな形でセッティングしてます。このあとね、焚き火台をセットして、まあ、この辺で夜の焚き火をして、でここがリビングですね。いつもの通りのレイアウトになってます。 DOD のテーブルから椅子ると、あとこれはロゴスの回る回転椅子。これね、ここでいろいろなんか物を取ったりするときに、こう椅子回るとすごく楽で便利なんですよね。こういう椅子と、あとはまあいろいろ調理器具なんかを並べてます。はい、でジープがあって、でテントは今回また小川の、オーナーロッジを使ってます。まあ梅雨時で本当は雨降るかなと思ったんですが、予想に反してめちゃくちゃいい天気になってます。今日も明日も多分雨は大丈夫かなと思います。で、中の方はまあこれも変わらず、中にエアマットですね、ロゴスのエアマットを敷いて、寝ると。まあここら辺ですね、夜になるとちょっと寒くなるかもしれないので、一応、シラフ、も持ってきてます。はい、ということで、ちょっと設営時間がかかりましたけど、この後薪を買いに行って、まああとゆっくりしてから夜晩ご飯の用意したいと思います。焚き付けを作ってます。
今回のキャンプの晩ご飯は豚バラ肉巻き野菜焼き焼き的なものを作ります。豚バラでいろんな野菜巻くんですけど、巻く野菜はこの辺ですね。レタスとかえのき、あとパプリカからアスパラ、ナスなどをこれから巻いていきたいと思います。じゃあ巻きましょう。豚で巻いていきます。えのきいきます。次はパプリカ、さあ次はレタス、さあ最後はナス。はい、晩ご飯スタートです。まずはピーマンにひき肉をのっけて食べるやつ、これが大好き、めちゃめちゃ美味しいと、ワイン、白ワイン、これがシャトレーゼ、たったシャルドネ650円っていうワインでいきたいと思います。ワインかけます。ポン はい、では乾杯、はい、乾杯。生のピーマンにひき肉を、今日は砂糖醤油でから炒めただけですけど十分美味しいです。これをまず、前菜にしたいと思います。トウモロコシ入れてます。コロ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 、はい、入れました。